菅寿手さん、被爆当時6歳。菅さんは被爆者として、朝鮮人として、いわれのない二重の差別を乗り越えてきました。爆心地からおよそ 2.5 キロ、南町の自宅を出た直後に被爆しました。被爆の当日は、まあ、近所に友達がいたもんで、すぐ近くに浅井君っていたんですよ。うちからものの2、30メートルのところにね。そこに私は被爆の当日漫画の本を持って、ゾウさんじゃったか黒猫ちゃんじゃったかよう分からんけども、漫画の本を持って、その友達の浅井君のうちにこう朝ごはんを食べて、それで出てすぐもう目の前が真っ暗になって、なんかドーンという音がしたような感じで、それで目の前が真っ暗になって、上からガラガラガラと瓦が落ちてくる。まあびっくりしてから、その浅井君の家の2階建ての家だったもんで、そこの壁際についてへばりついて、ほでもう頭からガラガラガラ気が落ちてくるもんで、もう頭を抱えてこうしてもうおったんですけどもね。でなんかもう当分の間気を失っとったかもわからないですよね。後からパッと気がついてみたら、まあ頭はタンコブだらけ、ほで髪の毛は縮れてるし、で熱い瓦が落ちてきたんでしょうね。ほでびっくりして泣きながら、すぐうちにものの15、6メーター飛んで帰ってみたら、家は柱が崩れて、ほで主にがね、母親が家崩れた瓦礫の柱の下からアボジをこう引きずり出しちゃったんですよ。アボジと弟。アボジはもうずっと昔から喘息気味でですね、やっぱり炭鉱で長く働いてたせいでしょうかね、喘息気味でいつも咳込みよったんですよ。これで弟が、2つ下の弟がいるんですけれども、その弟と一緒に寝とったところ、まあ柱が倒れてこう天井が崩れてきて、それをまあ引っ張り出すってね、やるよったですよね。兄貴はちょうど産業奨励館に書類を持って、8時にこう買い物するもんで、8時に書類を出して、それでそのままリアカーこいで帰り寄って、広電の本社のちょうど建物の陰で被爆したんですよね。これだけ体中ガラスが刺さってないかんや、もういっぱい刺さって血まみれ、ほいで膝はこうばっくり割れてね、ほいでもう足を引きずりながら帰るところに、三幸橋の方で主に出会ったらしいんですよね。ほいで主にちっちゃいんですよ、まあ、140ぐらいのちっちゃな体なんですけども、まあ兄貴は170ぐらいありましたけども、その兄貴を本当に抱きかかえるようにしてからね、ほいで引きずってから家に帰ってきた時の様子が今も頭に浮かびますよね。まあ、あの時ちょっと間違ってたら、兄貴ももろにね原爆にあって跡形もなくなってたところでしたよね。その年の暮れに、だから1945年の暮れ12月でした。私の弟正雄を言うんですけどもね、弟がもう突然死んじゃったんですよね。体中もう紫色の斑点だらけになってね。で弟が死んで、だからまあ明くる年に私が南小学校に入学したんですよね。小学校に満6歳で被爆して、それで7歳になった明くる年に私が南小学校に入学して、まあ入学する時はこれがまたうちの主にが私が入学するいうんで、家の中から一丁羅のね白いチマチョゴリなんですよね。朝鮮の人はなんかいい時には、いいことがある時には白いチマチョゴリ着て、ここで白い靴ですよね、ゴムの靴を先のとんがった、あれゴムシン言うんですけどもね、白いチマチョゴリに白い、ゴムシンを履いてからね、私の手を引いてから学校に入学するで行くんですよね。ここでみんながジロ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 私らの方を見るわけですよ。それでもう学校に、まあそれで、まあ主には
本当一丁羅を引っ張り出してきたんですけど、みんな自分でその時にまあ、あれは朝鮮人じゃいうことが分かるわけなんですよね、みんなにね。でそれからがまあ大変でしたよ。小学校に入ってからまあとにかくことあるごとに、あいつはピカの朝鮮だ、ピカの朝鮮じゃけ、ヘリ行ったら映るぞと。おやけね、誰も人が近寄らんのんですよ。それピカじゃでしょ、朝鮮じゃでしょ、ヘリ行ったら映るけ言うて。ほいだけ全然小学校に入っても友達ができんかったですよね。語りかけてくれる人もおらんし。もう焼け瓦でもう頭が縮れてたんこぶだらけになった時のことを考えたら、なんでわし放射能の影響とかそんなん何もないんかな思うぐらい、まあ、体に今のところ、これといった異常はないですね。だけども父親は私が小学校、5年の時に父親は54歳で亡くなりましたって。兄も被爆者、兄嫁も被爆者、それで弟も体内被爆、それで4人、まあ、みんな帰ったけども、もうみんな亡くなりました。母親は、まあ、74歳で亡くなりましたし、それで上の兄は、56歳ぐらいかな。で兄嫁は62、3で亡くなったしね。で弟も46かなんかで亡くなったし、もう全部亡くなりました。でそれも不思議と亡くなった病院が脳の関係なんですよね。主にも兄もこう頭がプツン切れるようなそんな関係の病気でね、亡くなってしまって、まあ私もなんちゅうか自分が被爆者だということはあまり人にはなんか自らは進んでは言わなかったですよね。だからまあ普通と同じように接してきたっていうね。で北朝鮮に帰ったうち の, あの親兄弟なんかあって、ピカに会うた、原爆に会うたっていうことは向こうに帰っても言わんかったらしいですよ。結構向こうに帰ってもあの原爆に会うた人じゃって言ったらね、映るとかなんとかそういうふうなに敬遠されるようなところがあったみたいです。結婚にもこう差し支えるみたいなのが、まあ、他の人から聞いた話ですけどもね。私は被爆者でありながら、まあ、在日朝鮮人として被爆した、そういうことを考えてみると、なんで、まあ、日本とアメリカが戦争したのに朝鮮人が原爆に遭わにゃいけんかったんかというようなことが一つありますよね。 でもし、まあ、被爆者であるならもうそういうことと、で被爆者は皆どこにどこの民族であっても被爆者として、まあ、そうなやっぱり扱いを受けるべきであるのに、政府からもですよね。とにかく朝鮮人、まあ、特に北朝鮮、国境のない北朝鮮に帰った被爆者に対しては何らその手が差し伸べられていないということに対してどうにかならんもんだろうかなと。それは国と国との関係で政治的な問題でいろいろとあるでしょう。あるけれども、この被爆者に対する支援とかいう問題はそういう政治の問題とは別個の問題であるんですからね。だからそのためにもっとやっぱり日本政府はまだ北朝鮮に被爆者として生きている人も多いと思います。でそういう人たちのためにもやっぱり支援の手を差し伸べてほしいなという。核というものはこの世の中にあっちゃいけません。とにかく核兵器、まあアメリカ臨界前核実験というのを昨日か行ったようですけれどもね、絶対やっぱり核兵器というものはこの世の中からなくせないかんと、そういうふうに思います。